はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。のれんでございます。第3夜になります。まず第3夜、まあ、5月の試合を振り返っていくんですけれども、その前に第2夜で、4月の試合を振り返るときにですね、大事なことをいくつかお伝えするのを忘れてました。すいません。そこをちょっと簡単に、先にお話しようかなと思います。キャプテンマークですね、ゲームキャプテン誰が務めてたかっていう話なんですけれども、第10節4月17日の水戸戦までは西矢選手が、まあ、キャプテンマークをつけることが多かったんですね。で、4月20日の岩手戦から白井選手がキャプテンマークをつけました。はい、これが白井選手が初めてキャプテンマークつけた試合になりますね。なんで4月20日11節の岩手戦から白井選手キャプテンマーク、まあ、ゲームキャプテンを務めることが多くなったということです。ただ、ですね、その次の節、4月の4月27日、4月の最後の試合ですね、27日水曜日の山形戦は、渡井選手がキャプテンマークをつけてましたね。で、今日は5月から始めていきたいと思います。それでは5月最初の試合が5月1日町田戦ですね。町田戦をちょっとメンバー振り返りながら見ていきましょう。はい、それでは5月1日、日曜日に行われた町田戦を振り返っていこうと思います。この試合はですね、スタメンはセンターバックのコンビが内田選手とカカ選手で、サイドバックが左が阿部ちゃん、右が新井の兄貴で、ピボーテが、桜井選手でしたね。でインテリアが児玉選手と白井選手、そして、坪井選手が、入ってました。坪井選手が右のウイングに入ってまして、やっぱりこういうふうに内側に絞るっていうような役割が多かったですね。この時期のウイングの右のウイングの役割っていうのは内側に絞るっていうようなやり方でした。まあ、それで白井選手がこう外に開いたり、新井選手が中に入ったりっていうようなことをしてたちょうど時期ですね。でこの試合、町田戦アウェーだったんですけれども、2対0で勝利ということですね。 2-0 勝利の試合でした。はい、でこの試合はですね、清志郎がプロ初ゴールということで、素晴らしいシュートだったと思います。ただちょっとボール保持自体はあんまりできてなくて、ボール奪えなかった感じですよね。町田さんとの試合5月の、そうですね、ボール保持率でいうと、まあ、50% ちょっとということで、普段の徳島でボール持てなかったというか、まあ、奪えなかったような感じのイメージが強かったですね。で、まあ、シュートの本数が非常に多くなって、シュートの意識が高くなったっていうことを感じられる試合でした。で、この試合ですね、まあ、2得点が坪井選手と、まあ、新井選手と新井の兄貴が決めてくれました。まあ、雨の中のコンディションだったので、そういうところで、ミドルシュートが入ったみたいな感じだったかなと思います。で、この試合の動画がですね、なんと50分に差し迫るということで、徐々に長くなってきております。そしてこの試合、印象に残った選手で挙げさせていただいたのが、はい、シュントですね。シュント愛してますと初めて動画で言ったのがこの試合でしたね。まあ、試合自体も 2-0 で勝利ということで、まあ、素晴らしい勝利でした。そしてこれ連戦中でして、4月の4月のそうですね、10日から始まってる連戦になるのかな。4月10日、13、17、20、23、27、5月1日とまあこの後も連戦まだ続いていくんですけど、7連戦目ということで、やっぱめちゃくちゃですね。ルヴァンカップが2回入ってますので、まあ、7連戦と、中2日3日で7連戦目の、7戦目。まあ、本当はこれ続いていってですね、まあ、これから言っていくんですけど、9連戦の7戦目で、2-0 で勝利ということで、まあ、素晴らしいゲームだったかなというふうに思います。はい。それでは次は、5月4日に行われた、14節千葉戦
ですね、千葉戦を見ていきましょう。はい、それでは5月4日水曜日に行われた千葉戦ですね。千葉戦のメンバーはこんな感じでした。まあ、センターバックのコンビは変わらず、でまあバックラインは変わらずですね。連戦中で、これも中3日ですね。中3日、日曜日に試合を行われてだったんで、失礼しました。中2日ですね。中2日。アウェーから帰ってきて中2日でホームで千葉戦という、まあ、9連戦の8戦目という試合でしたね。まあ、ただそのバックラインのメンバー変えずに、でこの試合もピボーテは桜井選手ということで、まあそうですね、前節から変わったのが西谷選手と藤尾選手で、坪井選手がまた、まあ、得点奪ってましたので、前節ですね、前節得点奪ってましたので坪井選手はまた継続ということですね。まあ、本当にダリの選手起用って本当にすっきりしてるとか分かりやすいですね。結果を残せば使うよっていうのがすごくはっきりしてたので、まあ、選手たちの競争力というか競争心もすごくいいんだろうなというふうに、まあ、シーズン通して感じました。うん、でこの千葉戦、まあ、ゴールデンウィーク中にあったということで、まあ、観客が7800人でしたね。はい、でこの試合ちょっと僕ライブで見えてなくて、ちょっとまあサッカー関係の用事があったので指導をしてたので、まあ、帰ってきてバタバタダゾーンつけて見たのが AT の最後、まあ、試合 AT5 分のうちの3分過ぎてるぐらいだったんですけれども、本当にスタジアムの雰囲気がめちゃくちゃ良くてですね、すんげー手拍子でめっちゃすげーって思って、後からそのツイッターとかのタイムラインで皆さんのお声とかを見てみると、まあ、ダニがスタンドを煽ったというような試合でしたね。うん、本当になかなかね、本当に連戦中の9連戦の8戦目ということで疲れとかもあって大変だったと思うんですけれども、まあ、スタジアムの雰囲気のおかげで、まあ、勝てたような試合でしたね。まあ、得点手はこの時も白井選手ということで、インサイドハーフ、まあ、インテリオに入っている白井選手は得点を決めているっていうところですね。うん、で、まあ、この試合も白井選手はキャプテンマークを巻いていると、まあ、西谷選手もスタメンに出てるんですけれども、まあ、白井選手はキャプテンマークを巻くということで、まあ、今後はずっとこの白井選手が基本的にはゲームキャプテンとして、やられてたのかなと思います。はい、でこの試合印象に残った選手っていうのを挙げさせていただいてて、また動画でそれがですね、背番号12ということをこのね、野良犬が言ってるわけですよ。ちょっとすかした感じで、背番号12ですね、やっぱり、みたいな。うん、まあでも本当に AT の雰囲気すごくて、まあ終盤ね、試合終了間際、コーナーキック、相手からコーナーキック、相手のコーナーキックとか、セットプレーとか立て続けにあったんですけど、あれをやっぱりこらえきれた、今まで引き分けね、試合終盤で追いつかれて引き分けみたいな試合多かったんですけど、まあそれをサポーターの力で断ち切った試合だったかなというふうに、まあ、印象が残ってますね。うん、これで公式戦というか、まあ、J 今季がですね、今季2連勝ということで、非常に僕のテンションも動画のテンションも高かったですね。はい、でまたここから行くぞっていうことで行くんですけれども、次がまた、ミッドウィーク、今水曜日試合して、次がまた日曜日5月8日に15節群馬戦を迎えます。アウェー群馬戦をちょっとまたメンバー見ながら見てみましょう。はい、それでは5月8日日曜日に行われた J2 第15節、群馬戦のメンバーはこんな感じでした。多分ですね、有志が初めてかな、どうだったかな、あのリーグ戦で初めてだったと思うんですけど、スタメンで有志がピボーテに入ってました。うん、で白井選手はインテリオに入ってますね。で杉森選手も久しこの時は杉森選手の右で左が西谷選手だったっていう形で、まあ、これからまだちょっと変わってくるんですけど、まあ、ベースは一緒と。でサイドバックがちょっと新井選手と藤田選手ってことで、まあ、ターンオーバーというか、かなり阿部選手とかもかなり酷使してましたので、うん、そのあたり考えてこういうメンバーだったのかなというふうに記憶してます。でこの試合すごく風が強かったんですよね、強風の中の試合で。そうですね、この試合のトピックスで言うとですね、ベンチに入っている櫻井選手が、あの前半の20分ぐらいで、アップを命じられるという
あの有志がですねちょっと、うん、あんまりうまくいってなくて、ダニが怒りの20分で立つにアップせっていうっていう、うん、試合でしたね。本当に、うん、この試合っていうのがその有志、がちょっとまだまだフィットしてないというか、まだ戦術的にうまくいってなかった、守備強度もそうですし、そのボールの受け方っていうのもうまくいってなかったのを象徴するような試合でしたね。そう、まあ、ただねすごい強風の中だったんで、前半出たメンバーすごく、まあ、向かい風で大変だったな、大変だっただろうなというふうに覚えてますね。うん、でこの試合でですね、その、まあ、結果 0-0 で得点奪えなかったんですけれども、この試合後のコメントで立つのコメントが非常に、秀逸でして、あのピボーテがどういう役割を今してるのかとか、そういうところはすごくあの秀逸に話されてて、タツのコメントだけで動画を作るということをしましたね。うん、まあ、前半はね本当に強風の中で難しかったんですけど、タツが後半から入ってきてガラリと、まあ、変わったっていうところで、非常にタツのコメントが良くて、これでタツだけの動画を作ったかなというふうに覚えてますね。うん、でこの試合印象に残った選手っていうのが、ホセでした。まあ、結果 0-0 なんですけれども、3点ほどホセにのおかげであの防いでくれてまして、なおかつ一番印象に残ったのが前半10分にですね、ビルドアップのミスから相手に決定機を与えてしまったんですけれども、それをあの本当に身を挺して止めてくれたっていうところで、まあ、本当その序盤にねやっぱり自分たちのミスで失点してしまうと試合を難しくしてしまいますので、それをまあ分かった上でかなり身を挺してましたね。本当その後ちょっと動けなくなったりとかあったんで、うん、それが印象に残って、この試合は補正を上げさせていただいておりました。はい、で僕の動画のですね、実は BGM が自動ループになったのはこの頃です。気づいた方いらっしゃいましたでしょうか。あのうまく今までですね動画作るときにそのいちいち全部 BGM を一個一個こう3分ぐらいの BGM をこうつなぎ合わせてバッといったんですけど、をちょっと工夫しまして、あの先にもうループ作っとくっていうことを覚えました。はい、徐々に徐々に僕もこなれてきます。で動画時間も結構長かったかなというふうに覚えてます。まあ0対0と、まあ、2連勝した後アウェーで、まあ、引き分けるというような群馬戦でした。うんですね。はい、じゃあそれではですね、またここで連戦が一応9連戦の9戦目かなが終わって1週間空いて、次が横浜 FC 戦、アウェー横浜 FC 戦になります。横浜 FC 戦をまたメンバーちょっと見ていきましょう。はい、それでは16節5月15日の横浜 FC 戦を見ていきましょう。これはアウェーだったんですけど、まあ1週間空いてアウェー連戦という形になりましたね。横浜 FC 戦1対2で敗れるという結果でした。まあそうですね、この試合実は僕もあの初めて関東のアウェーに行かせていただいた試合でもありました。うん、本当にちょっとね日発三沢球技場にも一度行っておきたいなっていうのもあって、まあ、この試合を見に行ったんですけれども、うん、まず本当にスタジアムの雰囲気も徳島は良かったです。日発も結構見やすくてですね、まあ、スタグルがちょっとどこにあるか分からなかったっていう思い出があるんですけれども、うん、まあそうですね。でこの試合で、まあ、そのメンバー的には、まあ、あんまり大きく変わってないんですね。まだまだ坪井くんが、清志郎がですね、あの継続して出ているような状態でした。うん、で、まあ、この清志郎が出てるっていうところもあるんですけど、この試合でよく見られたのが、立ち位置の噛み合わせで、あの非常に一人一人にあの当てられたんですね。ちょっとやってみましょうか。こんな感じで、最前線から一枚一枚こう当てられてったような試合だったんですね。こんな感じ。はい。こういうふうに守備つかれてしまって、まあ、ボールどうする、どこで逃がすかっていうところがありました。うん、で、1枚ずつ当てられてしまうと、どうしても、この辺りでボール保持するっていうのもやっぱり危ないんですね。で、小川選手はこう、一気に下がって、ピボートをしっかり見られているので、まあ、徳島の
ボールの動かし方っていうのはすごく制限されているような状態でした。でこの時にですねボールを出して、はい、この時にですね、まあ、どこでビルドアップの出口を作るかっていうところが見えて、まあ、それもちょっとまた真面目な話の時にしようかなと思うんですけれども、まあ、今シーズンの一つの課題でもあったんですね、うん、こんな風に1枚ずつ当てられた時にどこにボールを逃がすかっていうところで、ちょっとまたそれは真面目な回の時にしましょうかね。それがよく見えた試合でした。まあどういうのかなっていうのをまた想像していただければと思います。はい、でこの試合で、印象に残った選手は桜井辰徳選手でした、うん、まあ、プレーももちろんそうだったんですけれども、僕も現場に行ってましたので、あの選手の表情っていうのが、まあ、中継よりしっかり見えるんですね。で最後にこう試合終わって挨拶に来た時に、あの辰のねめっちゃ悔しそうな顔、もう今にも泣き出しそうな顔を見て、うわやっぱ、うん、そうだよねって、そうじゃないとねっていう感じで本当に負けず嫌いの辰が見れて、あのそれがすごく印象に残ってますね。まあ他はですね、これ一味選手が久しぶりにこうまあ入ってきて、で試合終了ぐらいですかね、80分ぐらいかなから出場して、まあ、一味選手が最後に得点を奪うというところで、一味選手の復活が間近というのは少し感じて、まあ、それはすごく今後の好材料だなっていうふうに感じた試合でもありました。でこれで今季3敗目ですかね、リーグ戦でいうと3敗目になります。はい、でこれでまあリーグ戦3敗目になったんですけど、まあ、うん、内容的には、うん、そうね、横浜 FC さんやっぱ強かったっすねっていう感じでした。うん、はい、それではこれでまあちょっとまたね負けてしまったんですけれども、次がですね、試合してるのはこれ5月15日なんですけれども、水曜日、日曜日かなんですけれども、次がですね、なんとアウェーじゃねえや、ホームのルヴァンカップ第6戦名古屋戦になります本当やっと連戦、9連戦終わって一息ついたと思ったら、また5連戦6連戦ですね。また7連戦始まってる。まあまあいいや、ちょっと行っていきましょうかね。はい、じゃあ名古屋戦ちょっと見ていきましょう。はい、それでは5月18日水曜日に行われたルヴァンカップ第6戦名古屋戦になります。すいません、ちょっと盤面作ってなかったみたいで、作った記憶あるんですけどね、ちょっとどっか、うん、なかったです、すいません。ちょっと口頭でメンバーを読み上げていくと、ゴールキーパー松澤選手、そして、エウシーニョ選手が加入後初出場ということで、エウソンがこの試合からですね入りました。であとセンターバックがカカ、そしてリョウガ、ピボーテがユーシで、インテリオールに、リオと浜下くんがインテリオールに入りましたね。で左のワイドが西矢選手、右のワイドが、まあ、太陽、西野太陽選手、そして、左サイドバックが、エドと、でトップがムシャっていう感じでした。でこの試合はですね、まあ、ホームで行われたんですけど、そうですね、田向選手もサブに入ってて、田向選手も今季初出場ということで、やっとこうメンバーが、まあ、揃ってきたかなというのが見れる試合でした。まあ、結果としたらですね、0-2 で負けてしまった試合でしたね。まあ、ただそのエウソンが入ってきて、ちょっとチームに変化が出てきたかなと、まあ、変化をもたらしてくるんじゃないかなという期待感が、まあ、大きかった試合ですね。で、まあ、横浜 FC 戦からするとスタメン総入れ替えと、まあ、すごい連戦中、まあ、ずっと連戦続いてますので、まあ、そういう風になってしまうのは致し方がないかなと思います。でルヴァンカップこれで第6戦まで終わりましたので、全体ルヴァンカップ振り返ってちょっとお話も動画の方でさせていただいてました。いろんな選手が本当に出てきて、まあ、連戦本当にきつかったんですけれども、まあ、いい経験というか、若手にすごくいい経験を積ませれたなということを感じた試合でもありました。まあ、ルヴァンカップ全体振り返って、まあね、本当に連戦きつかったんですけど、まあ、それが後々、まあ、誰が出てもなんとかなるだろう、なんとかなるというか、まあ、本当に徳島の試合を
誰が出てもできるような、まあ、基盤が作れたっていうふうに前向きに捉えれた部分もあります。ただ今振り返ってるとまあ連戦えぐいことになってますけどね本当にはい、うん。でまあエウソンも加入した初めての試合っていうのはルヴァンの第6戦名古屋戦でした。まあこの試合負けてしまって公式戦でこれで2連敗という形ですね。そしてまたホームで次はまた中2日で、17節栃木戦になります。まあちょっとホームでまた行えたので移動はなかったんですけれども、まあそれでもやっぱきついですね。はい、では栃木戦ちょっと見ていきましょう。はい、それでは5月21日土曜日ですね。なので中2日で行われた栃木戦、ホーム栃木戦を振り返っていきましょう。まあメンバーはこんな感じで、まあピボーテは桜井選手でした、うん。で、インテリオールにですね、一味選手が入ってたんですね。はい、一味選手がインテリオールに入るということで、まあこれも今後続けていくのかなと思ったんですけど、そういうことじゃなかったですね。多分この時大内、まあ渡井がですね、確かちょっと、コンディションを落としてたっていうのもあったとは思います。まあ一味選手がインテリオールに入るっていう形でした。で、両ワイドが西矢選手と杉森選手なんで、内側に入るというよりは幅を取るっていう形で、一味がこう、この辺で、まあ、仕事しますよっていう試合だったかなというふうに記憶してます。うん。で、今までちょっと相手の陣形についてはあまり触れてこなかったんですけれども、本当にですね、J2、3-4-2-1 が多すぎる問題ですね。もうずっと僕動画で解説してるときに 3-4-2-1 言い過ぎたんじゃないかと、相手がですねっていうのが多かったっていうのもこの動画で言ってましたね。でシュートの数自体は多かったんですよこの試合。ただその試合中、まあ、この試合の動画で言ってるのは藤尾選手翔太がそのシュートを打つべき場所でシュートを打ってるのか状況判断の部分ですねっていうのはちょっと伴ってないのかなっていうふうなこともちょっと動画で言わせていただいてました。実際その栃木戦シュート数自体は本当に多くて、シュート数18本とか打ってるんですよ。ただそれでもゴールに結びついてないっていうところでただシュート数が多くなってるだけっていう感じはしました。うんですね。で、まあ、白井選手もサーブというところで、まあ、なかなかね、まあ、難しい試合でしたね。これも確かカウンター一発だったかなでやられてるんだと思うんですけど、プレーの選択の部分とか言ってましたね。で、この試合で、まあ、負けてしまって、0-1 で負けてしまって、まあ、公式戦で3連敗というところでですね、試合後、スタジアムからブーイングが起こるというような試合でもありました。ちょっとね、内容も良くなかったし、で連敗がしてしまった、まあまあ、J リーグ、まあ、J そうですね、リーグ戦でも、まあ、2連敗っていう形になってしまったので、ちょっと、スタジアムからブーイングが起こってしまうと、まあ、それはそうでしょうねっていう感じではありました。で、この試合で印象に残った選手を挙げさせていただいているのが、一味とエウソンでした。エウソンと一味の何がすごいっていうか、何がいいかっていうと、本当にプレーの選択の部分ですね。プレーの選択を本当に間違わないんですよ。まあ、その、サッカーにおいて正解とか間違いっていうのはなかなか定義しづらいんですけど、ボールを失うっていうことはほぼない。そして、シュートを打たない場面では打たずに、相手のブロックがあればそれを剥がすっていう作業に移るとか、まあ、そういうところは非常に見えた試合で、本当にエウソンが加入してくれたことと一味が復帰、実戦復帰してくれたことっていうのが、まあ、今後のプラス材料になるかなっていうふうに感じた試合でもありました。まあ、公式戦3連敗リーグ戦で 2連敗ということで、まあ、かなり厳しい、そうですね、サポーターから評価を受けたっていうような試合でした。はい、そして、また中3日ですね、かね、中3日で次はまた移動を挟んでアウェーの甲府戦になります。では甲府戦のメンバーも見ていきましょう。
はい、それでは5月25日、水曜日に行われた甲府戦ですね。18節になります。この試合も、ドローと、1対1のドローという結果になりました。まあ、メンバーは今、盤面出している通りなんですけれども、ちょっと王子がね、やっぱり渡井がいないっていうのもあって、インテリオールが白井選手と児玉選手というんで、ピボーテが櫻井選手っていう形でした。そして、まあ、一味選手もエウシュン選手も復帰はしたんですけれども、まだちょっと、そうですね、ちょっと様子見ながら使うっていうような状況だったのかなと思います、ちょうどこの頃。で1対1で、まあ、これも先制点奪えてるんですよ。内田選手がゴール決めてます、これもコーナーキックからだったかな、セットプレーからですね、得点奪ってるという形で先制はしてるんですけれども、後半の入りでやられてしまうというような形でしたね。っていう感じですね。はい、まあ、勝ちきれずというような形 でこの試合でちょっと見られたのが、ピボーテがこういうふうに折り出すっていうことをしだしたんですね。ちょっとこんな感じで、でちょっとこの時も前のローリングっていうのはできてなくて、まあ、今だとこういうふうに折りてこの真ん中を埋めるってことをしてたんですけど、そういうことじゃなくて、ただ単にピボーテがこう下に降りるっていうような現象がすごく見られた試合で、ちょっとブレ出してる感じを捉え、まあ、感じをがしてしまった試合でもありましたね。ちょっとどうなのっていうふうに感じたとこと、あと積み上げてきたもの、今までずっとこう固くなにピボーテを降りずに、まあ、ここでボールをさばく、ボールを触るってことをしてたんですけど、まあ、ちょっと変化が出てきた時期なのかなというふうに今思うと感じます。でちょっとこの試合の動画がですね、ちょっとあの解説動画が音声が取れてなかったようでして、まあその盤面解説なしで僕の雑感だけを述べてる動画になってしまったっていうことがありましたね、 LV スタジオの方では。でまあ本当にエウソンとか一味もこの後出てくるんですけど、本当にプレイ時間考慮して20分ぐらいしか出さないっていうような感じで、まあ、かなり慎重に使ってた印象がありますね。で1対1というドローで、結局公式戦で言うと 1,2,3,4、まあ、5試合勝ちなしっていう状態で、ちょっと厳しくかなっていう形で、ちょっとダニがどうなんだ、どうなんだろう、ダニがどうなんだろうっていうことで、まあ、ダニ無能論みたいなのがちょっと出だした時期ではありました。実際その勝ちきれてない試合が続いてたので、選手たちの中にもかなり、そのなんて言ったらいいですかね、本当にこのままでいいのかみたいな感情っていうのは出てきた時期なのかなと思います。本当にそうなってくるとね、チームまとめるのって本当に難しいんですよ。まあ、僕はその決してダニが、無能だということには思ったことは一度もないんですけれども、まあ、結果が伴わなければですね、そういうふうに感じてしまうのも致し方ないので、ちょっと厳しい時期ですね、この5月の終盤っていうのが、そういうふうに今思い出されます。まあ、これも連戦なんですけどね。そして、次はですね、またアウェーで中3日で琉球戦になります。これが5月最後の試合なんですけれども、琉球戦ね、ちょっと琉球戦も振り返ってみましょう。はい、5月29日に行われた19節琉球戦ですね。まあ、3対3のドローという試合で、まあ、得点だけ見ると、まあ、打ち合いの面白い試合なのかなっていう感じはするんですが、僕の中では今シーズンで一番見たくない試合っていう印象が残ってます。本当ね、連戦中でアウェー連戦で非常に厳しい状況っていうのはもちろんわかるんですけれども、本当にそのバタ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 した試合だったなっていう印象しか残ってません。得点としても前半ね、すぐに、まあ、終盤に38分に得点取って48分に取り返されて、で後半入りで取られてっていう感じで、まあ、劇的な同点弾っていうふうに言われることもありましたね。ただち
ちょっと徳島の試合内容としては非常に不満が残るような印象がすごく強く残ってる試合です。まあ、メンバーとしては、有志 A がピボートに入ってたっていうところと、あとはですね、エルシーニョ選手が初スタメンかな、ルヴァンでは出てたんですけども、リーグ戦初スタメン、そして一味選手も初スタメンっていうことで、この2人かなり、慎重に使われている状態だったので、もうこの2人でまず交代カードを切らなきゃいけないっていうのがあって、かなり戦術的な交代っていうのができない、幅が狭まるっていうような感じなことを僕も動画で言ってましたね。で、内容は本当に辛くてこの試合でですね、初めて LV スタジオが60分超えてきます結構真面目に盤面解説とかしてるんですけど、プレーの再現性がすごく低い試合だったんですよ。ガチャ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 してる試合だったので、得点後1分で失点したりとかですね、そういうこともありましたし、そうですね、本当に、厳しい試合だったかなと思います、はい。で、この試合で一応印象に残った選手っていうのは、一応ホセを挙げさせていただいてました。3失点したんですけれども、その3失点ともホセにとってはノーチャンスっていうような、完璧にというか、ちょっと守備が甘すぎて、特に有志がですね、ちょっと守備強度が甘すぎて振り切られてみたいなところとか、下がりすぎてボール受けて中央ぽっかり開けて、でそこ使われてみたいな展開ばかりだったので、ホセが悪くて3失点したわけではないというような感じで、で試合後コメントもすごくホセの熱くてですね、ちょっと見てみましょうか。ホセの試合後コメント、確か公式で出なかったんですよね。そのボルティス、徳島ボルティスの公式ホームページは出てなくて、J リーグ公式の方のコメントにしか出てなかったんですよ。ボルスタの方には、有料の方には出てたんですけど、なんでボル、公式サイトにホセのコメント載せないんだっていうふうに僕はちょっと届こ、ちょっとって思ったんですけど、こういう試合をしてはいけないということをホセが言ってましたね。その最後の最後に追いついたのは別に悪いことではないけれども、それを試合開始、1分1秒から、そういう気持ちでいかないといけないということをホセが言ってたっていうことは残ってる、印象に残ってる試合でしたね。で、この試合で一応5月の試合が終わるということで、5月なんとですね、10試合かな ?1 日、4日。ちょっと場面変えましょうね。で、5月の試合を、全部振り返ってきたわけですけど、ちょっとね、長くなりましたね、動画、すいません。なんでかっていうと、5月の試合数が多すぎたっていうところです。5月がですね、1日、4日、8日、15日、18日、21日、25日、29日と、8戦してます。1ヶ月で8試合してます。そのゴールデンウィークの試合とかもあって、他のチームも連戦っていうのあったんですけども、その中でもルヴァンカップが1試合挟まったことによって、ほぼほぼ8連戦です。そして、この前ですね、4月の終盤から、連戦続いてましたので、もうほぼほぼ休みなく稼働してるみたいな感じだった5月です。そしてちょっと、変化の時っていうか、ピボーテが降り出したりとかして、ちょっとその、打開しようっていうところなのか、それとも選手と監督の意思がちょっと乖離してきたような、結果がついてきてなかったですからね、実際。サポーターからも部員が起きるというのは、ちょっと苦しい時期だったかなと、5月は。っていう感じですね。6月もちょっと苦しいんですけど、ちょっとですね、6月は天皇杯から始まるんですが、またちょっと6月は、そうですね、6月をバーって言っていくと、6月もいっぱいしたりとかしてはいるんですけれども、ちょっと調子が上がってくる6月が始まるという感じですかね。はい。では、第3夜は、ちょっと厳しい5月の戦いを振り返ってみました。
また明日はちょっと6月で、まあ、いい感じになればいいかなというふうに思っております。それではまた明日。